車庫折り返し場の機能を持つなどが谷バス停東部バスセントラル湘南営業所は千葉県柏市金山1008に所在する東部バスセントラルの営業所西柏営業事務所の参加であるかつては東部バスイースト湘南営業所であったが2021年10月1日付で東部バスセントラルが 東武バスイーストを九州合併したことに伴い、同日付で東武バスセントラル株式会社の営業所となった。最寄り停留所は湘南車庫。所属車両のナンバーは柏ナンバーである。東括地域において柏市の南部を中心に流山市や一部は松戸市への路線を担当する。かつては柏市のコミュニティバス。 柏コミュニティバスを運行受託していたが廃止された。当営業所敷地内に東部グループの自動車整備会社、アサヒカーメンテナンス、湘南工場が併設されている。平成23年度の輸送人員は1日平均1万5千305人。前身は1962年に設置された柏営業所だが一部の路線は東部の打線の前身である。 総武鉄道が運行していたバス路線を期限に持つ。現在地に移転する前は、国道16号に面した、柏公園入り口交差点付近に存在した。当営業所開設以来、管轄する路線は主に、柏駅東口発着と、南柏駅東口発着に分けられる。2021年9月1日からは、西柏営業事務所のメイン路線の一つであった。 北柏駅発の北柏ライフタウン循環線が、東営業所に移管されるため、初めて北柏駅発着路線を管轄している。大きく分けて、旧昌南町方面と、名都が、谷、日立台、時和台経由及び南柏駅方面があり、柏駅へのアクセスを担う。柏駅周辺に一方通行路が存在する、関係で、その周辺は、ループ上運行となり、 駅方向のみ、柏二丁目停留所がある。また、休日日中は、柏駅東口の駅前通りが、歩行者天国となるため、迂回ルートによって運行される。旧昭南町方面柏駅と、旧昭南町中心部を結び、そこから旧昭南町の各方面へ向かう路線。各系統とも日中時間帯は、湘南町車バス乗り継ぎ場を経由する。同じく、 柏駅と、旧昌南町中心部を結ぶバ道自動車の路線も、あるが、東部バスでは、県道282号を経由するのに対し、バ道自動車は、国道16号を経由する点で、住み分けがされている。終点の小野塚台停留所は、バ道自動車の手賀の森ニュータウン停留所と、ほぼ同位置にあり、折り返し場を共用している。柏二十五系統は、かつては、 旧昌南町内は、県道282号のみを走行して布瀬まで運転していた。現在はかつて運転されていた、手が行きと統合され、全便一度県道282号を離れて、手賀を経由してから、再度県道282号に戻って布瀬に向かう、形態となっている。上記の貸しは25系統とは、 柏駅東口手賀農お前までは同じルートであり、おおむね1時間に1本、柏25または柏27のいずれかが運行される。柏31系統は、湘南車庫行きは、湘南庁舎バス乗り継ぎ場を終日経由し、柏駅東口行きは、湘南庁舎前を終日経由する。2016年3月21日に、 柏シワ31系統の旧、宮後原停留所付近に、セブンパークアリオ柏が、同年4月25日開業予定であることから、停留所名を、セブンパークアリオ柏前に解消し、合わせて、開業準備の従業員向けに系統計等を、大幅増便した。その後も引き続きアリオガッシワの買い物客、従業員いずれの利用も多く、現在運行本数は系統計等が、 最も多くなっており、湘南地区のメイン路線となっている。上記3路線の出入庫として使われるほか、柏駅車庫をピストンする運用も存在する。おそばんの従業員などに配慮し、深夜バスも設けられた。上記のアリオガシアのオープンに伴うダイヤ改正によって新規開業した路線。周辺の湘南工業団地の従業員に配慮する形で、 平日に多めに運行される。メ都トが、谷、新柏駅、南柏駅方面本設では、旧州南町方面へ向かう、以外の路線を述べる。柏28系統は1時間に3本程度、柏33系統は1時間に1から2本、程度運行される。その一方、南柏駅方面は合わせて1日4往復と、本数が非常に少ない。 2013年3月11日以降、富里を経由して、公園方面へ向かう南柏0 2系統は、1日1往復のみ、坂西入り口を経由して、南柏駅へ向かう柏26系統は、1日3往復の運行となった。南柏0 4系統も1日1往復設定されていたが、2013年3月10日で廃止された。 メ都トが谷や九戸村地域を経由し、南柏駅に向かう路線で、1日3往復のみ、設定されている。系統番号からもわかるように、柏駅を起点とする路線だが、南柏駅発着路線の車両で運行される。柏28系統は、東部バスイースト設立前の2001年までは、緑が丘循環としての運転が主流で、吉光大中央。 名古屋が谷を経由する便は稀であった。後に、柏28系統を中心の運行となり、2001年までとは逆に、千代田町、NTT 住宅を経由する、柏20系統は1日中往復程度となっていた。柏20系統は利用者の減少に伴い、2014年9月28日で廃止され、工術する新駅方面の路線に転換された。 柏レイソルのホームスタジアムである、日立柏サッカー場もよりの日立台停留場を経由する関係で、同級場で試合が開催される場合には、臨時便が運行されることがある。柏駅と名都が谷をニュータバル経由で結ぶ路線であるが、現在では柏駅行きの便が、平日2本運行されるのみである。上記に系統は、新柏駅東口の駅前広場、 改修工事完成に伴い、2014年9月29日に、新規開業した路線である。柏29系統の路線延長でもある。主に、境根、光が丘方面の住宅地と、南柏駅を結ぶバスが頻繁に運行されている。南柏駅光が丘間で、今谷、冷宅幼稚園、冷宅中高前を経由するのは、 南下しは1.045.0607系統、豊隅を経由するのは、南下しは02系統である。光が丘、堺根間で流行寺前を経由するのは、南下しは1.0205系統、中原を経由するのは、南下しは4.07系統である。なお、今谷、冷卓幼稚園、冷卓中高前を経由する便は、学校自体が、 流山市に存在する柏市立光が丘、小学校付近を通過するため、この部分のみ、流山市を通過することになる。北小金01系統も流山市を走行するため、当駅を発着する系統では、南柏02系統のみが、全区間柏市内での運行となる。なお、2019年4月1日の、名称変更以前の、冷卓幼稚園、 冷卓中高前は、広池学園という名称であり、2013年3月11日のダイヤ改正以前の広池学園は、広池学園という名称であった。今谷方面沿線には、光が丘団地などの大規模住宅を抱えるほか、広池学園への通学輸送もあり、1日あたりの運行本数は非常に多くなっている。南柏駅から、 境根までを最短経路で結ぶが、東経統は出入庫としての特性が強い。そのため、運行本数は少なく、その間隔もまばらである。上記に路線は、光が丘から分岐し、中原、真塩ニュータウンを経由する。南下しは04は、南下しは05と並んで、運行本数が多く、今谷を経由する経統のもう一つの幹線となっている。 南かしわ07系統は、利用者減少に伴い2013年3月10日で、廃止された南かしわ03系統及び、まし零一系統を統合した路線で、経由地を主力路線の南かしわ04系統と、同じ中原経由都市、南かしわ07系統として、まし駅まで運行。こちらは1時間に1本程度運行される。境根から先、青葉台。 南マスオ地区を経由し、南部クリーンセンターまで至る路線である。こちらも沿線には、多数の住宅を抱えているため、終日利用客が多く、今谷を経由する系統の主力路線であり、平日のみ深夜バスの運行もある。霊卓大学学生、霊卓中学、高校生との通学向けの路線である。そのため、霊卓幼稚園、霊卓中高前行きは、朝のみ、 南柏駅機は、夕方のみで、運行時間帯と方向に、偏りが見られる。麗卓大学、高校、中学の入試、東育などの各種資格試験実施、モラロジー研究所での集会などといった、広池学園での多客対応で、臨時便が運行されることがある。豊洲方面南柏霊2系統は、南柏駅から豊洲を経由して、境内に至る路線である。 南柏駅、境根間の運行が主体となっており、朝と夕方以降の一部便は、光が丘発着となる。なお、東系統の光が丘停留所は、団地の東側にあり、今谷系統の同停留所からは少し離れた位置に、ある。また、光が丘発着の一部は、南柏しわ06系統の出入庫運用を兼ねている。南柏駅から先、 柏駅方面へ向かう便は、2013年3月11日のダイヤ改正で1日1往復のみの運行となった。北小金駅方面あたり営業所では唯一松戸市に乗り入れる路線で、日中は30から40分間隔で運行。北柏01系統は、始発から13時台までは、北柏ライフタウン先回り、以降は、 ライフタウン中央先回りで運行される。松葉町7丁目停留所付近に休憩所を持つことから一部便が循環区間内の停留所を始発としている。2021年8月31日までは平日のみ北柏ライフタウン行きシニアバスの運行があった。2021年9月1日から北柏01系統は 西柏営業事務所から東営業所に移管され、深夜バスについても廃止された。主に、柏駅と湘南町方面を結ぶ路線の再編が行われ、長距離路線の多くが廃止となった。これにより生じた、公共交通空白地帯の一部には、2007年11月23日より、柏コミュニティバスと、柏ジャンボタクシーが運行開始された。 当営業所が運行を担当していた、柏コミュニティバスは2013年3月31日をもって廃止され、以降はデマンド型交通の柏に来るに移行された。ありがとうございます。